皆さんこんにちは、メクの川北です。今日は6月発売予定となっておりますが、ちょっと宣伝にお邪魔しちゃいました。自分の番組ですけどね。はい、はい、いきましょう。はい、ハンドビーから出ます、クリームアイシャドウ。イエイ。皆さん指が足りないかと思ってもらっていいですか。はい、3色出ます。はい、はい、これもお湯落ちですね。おお、ね、いきます。はい、レディッシュブラウン、はい、ちょっと赤みがかったブラウンですね。はい、これはニュートラルブラウン。はい、そしてこちらがブロンズオレンジ。イエイイエイ。はい、これちょっと藤井さん手に取っていただいて、3色塗っていいですか。はい、塗っちゃってください。わかりました。まずはレディッシュブラウンですね。この辺でいいですか。はい、あー綺麗ですね。はい、ちょっと一度皆さんにこの色です。かわいい。かわいいんです。これあのザ赤ではなくてですね、はい、なんとなく赤みがかったブラウンというところで、はい、やっております。次、続きましてニュートラルブラウン、こちらですね。はい、はい、取らなくていいですよ。重ねていきましょう。どうも重ねていくか。はい、はい、です。おお、綺麗。わあ、ニュートラルブラウン。はい、そしてそしてブロンズオレンジですね。わあ、はい、かわいい。この3色展開となっております。これは通年使えるんじゃないかな。そうですね、うん、今年ね、特にあのオレンジ系っていうのはすごく言われてますけども、うんうん、やっぱり赤み系とかはね、もう1年間ずっと使えると思いますんで、もうニュートラルはね、ブラウンもね、必ず必要となってきますので、この3色展開となっております。じゃあ実際ちょっとね、藤井さん、私、はい、あなたの目に塗ってみようかしらと、ありがとうございます。思っております。はい。あ、そのままにしとこう。はい。ね。見せたくなっちゃう。この色っていうふうに。はい。行きましょう。はい。藤井さんは何色が似合わないって言われてるんでしたっけ？似合わないのは、うん、赤み、ピンク系が苦手っておっしゃいました。ピンクは苦手です。苦手。ピンク系苦手です。はい。じゃあこのレディッシュブラウンをちょっと今日は、はい、使ってみようじゃないかと。赤っぽい。はい。苦手とおっしゃってるんで。行きますよ。もうこれ簡単です。もう指の太い僕でも入れちゃいますから、もどーんとこ塗っちゃってください。根元アイホールからね、一応グラデーションを意識して、はい、でふっと広げていきましょう。はい、この眉下までふわって広げていきます。はい、どうですか。ドン。かわいいはい、ね、見えますか。あ、かわいい。え、いいでしょう。どうでしょう。かわいいですね。はい、これかなりかわいらしいです。かわいい。で、これね、これ見てください。はい、下もね、さーっと指でいいんですか。指ですよ、こんなの。触れないですよ、これは。指ですから。よいしょ。はい、どうぞ。おぉ、シャレてる。すごいシャレてます。シャレてる、はい、かなり綺麗に見えてるんだけど、レディッシュブラウンです。すごい綺麗ですね。かわいいですよね。はい、見てください。はい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 。で、若干藤井さんの目っていうのはね、外に行かしたくないんですね。内側に球心的にちょっとメイクをしたいので、塗り、はい、方として球心の時はこの目頭の方からこうやって入れていけないイメージで、逆にこの話したい人の場合は、はい、目尻からこうふわっと入れていただくと簡単にできると思います。で、これに合わせるのはどちらかというとこのブラウンのマスカラだと思います。はい、ブラウンのマスカラ自分でできるでしょ。じゃあ来ます。これ簡単でしょ。はい、これ簡単です。はい、もうテクニックいらないんで、ちょっとやっていただきましょう。上下ですか。いや、上だけでいいです。はい、はい、もうこれビューラーもいらないからね。はい、これはもうどんなに雑に塗ってもダマにならないマスカラ。そうなんですよ、ダマにならないんで。ノーダマ、なんかおかしいな。うん、まあいいや。はい、ダマになりません。ダマになりませんので、ぜひぜひこれもね、こんなに雑に塗って。あ、いいですよ。はい、もうこれでチェック。うわー綺麗ね。はい、いいですよ。とても良いですね、本当に。はい、じゃあもう今日はこれで帰っていただくっていう感じで。え、何、はい、
じゃあ借りていいですか？ちょっとぜひちょっとご自身でやっていただこうかな、はい、他の色じゃなくていいですか？他の色はね、また違う動画作りますので、はい、わかりました、はい、ご自身でやっていただきます。あ、こっちでやりましょうかね、はい、はい、こんなファーッと、はい、私はこっちからなんですよね。そうですそうです。で一応こうね、目元の、目頭っていうか目頭の方から入れるんですけども、はい、そうです、グラデーションも意識していくと、でふわっと広げると、うん、はい、簡単です。そして下は、下もね、本当は目頭から入れたいですね。あ、はい、聞いてないよね先生がここで言ってんのにいきなり違うことする生徒っているんですよね。内側からですね。内側からです。内側からですね。あの目、ね、外に行きたいんですか？はい、もうちょっと本当に寄せたいです。そうですね。寄せてあげたいんですか？そうですね。ね、しっかり寄せていただいて。はい。はい、で、ブラウンのマスカラですね。ブラウンも自分で。はい。これはちょっと皆さん分かりやすいんじゃないかな。簡単でしょ？すごい簡単です。うん、3分でメイクできて。ついついね、僕がやるとすごく難しい、お、失礼しました、はい、ちょっとね、難しくね、見えちゃうんで、もう今回こうやって藤井さんにね、ご自身でやっていただいてるのもすごくわかりやすいと思いますよ。簡単です。うん、綺麗ですよ。しかもこの雑塗りそんなに雑でしたもう、もうプロとしてはちょっとドキドキしますね。ドキドキしちゃいます、こんな塗り方をされると。この人もダマダマなんじゃない、ダマダマなんじゃない、これなってない、ダマになってないねそう、どうでしょう、よいしょ、うわー綺麗ですよ。うん、めちゃくちゃいいと思います。皆さん気に入りました？気に入りました。簡単ですよね。可愛い、はい、可愛いです。もうそのうちね、このね、はい、はい、ニュートラルブラウン、はい、ね、あとこのブロンズオレンジ、はい、こちらの方使い方やっていきますけども、はい、まあ使い方は一緒ですね。あとはもうどうシーンに合わせていただくといいかもしれないですね、はい、アイシャドウのベースとしても使えますし、いわゆるこう見せ色としてアイシャドウをパシッと見せたい時も使えるので、はいはい、皆さんぜひチェックしてください。ドンと最後塗っといていただきたい、うん、おー綺麗、いいですよ、うん、ナイスですよはい、川北でした。